たくさんの楽曲がたくさんの人に出会えて、いろいろ知ってもらった中で、まあ、その20年っていうものを大事にしながらも、これからの20年につなげていく新しい門出になったらいいな。無事にこの日を迎えられた心境いかがでしょうか。もう胸がいっぱいで、去年の春ぐらいからいろんな打ち合わせをこう積み重ねて、あと絵もこう進めていきながらっていう、結構長いスパンでの準備期間だったので、本当に今日迎えられて、またたくさんの人に本当に協力していただいて本当に感謝でいっぱいです。歌手活動だけでなくアートの活動を始められたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。もうなんかちゃんと申し上げるような明確な理由がないんですけれども、まあ、自分の好きなことをだんだんとやっていける時間をまあ作り始めれたことだったりとか、好きなものをちゃんと追求していこうっていうふうになってきたからですかね。この会場で初めての個展ができるという思いはいかがでしょうか。もう本当に恐れ多くて、本当怒られたらどうしようってビクビクずっとしながら、自分がこのすごい会場にふさわしくないんじゃないかっていう不安がずっとあるんですけれど、本当にいただいたご縁に感謝しながら今回は甘えさせていただければと思っています。ピアノインストは12年ぐらい前からもう構想があって、録音もし始めていたもので、なかなかちょっと集中して取り掛かれなかった部分もあって、ちょっと長期にわたってようやく今回そのアルバムとして成立することができたので、その自分の好きな音楽の世界っていうものをしっかり表現できたなと思ってすごく嬉しいです。アーティストとして活動してきたこの20年を振り返って、改めてどのようにこの20年間受け止めていらっしゃいますか。まあ、1年1年積み重ねれば積み重ねるほど、本当に周りの方の協力だったりとか、ファンの皆様の応援だったりが本当にすごく大事で、かけがえのないものだなっていうふうにすごく実感しながら、毎年どんどん積み重ねていっているので、去年よりも今年の方が感謝の気持ちは多いし、これからも多分増えていくんだなと思います。